皆さんこんにちは。22歳からサッカーを始めてセルビアに挑戦するヒカルです。これから羽田空港第3ターミナルに向かっていきます。それでは行こう。でもチェックインカウンターを探します。すげえ、羽田空港すごい。ちょっと仕事もめっちゃ溜まってるんですけど、プラスサッカーのヨーロッパ大会のユーロまだ全試合見れてなくて、戦術分析系の YouTuber の人を見ながらユーロの試合見たいんですけど、ちょっと早くチェックイン済ませてユーロ試合見ようと思います。あれ、旅の荷物はこんな感じですね。機内に持ち込み用のリュックとスーツケースとパソコン、あとこの撮影してるスマホ、ロストバゲージする可能性があるんで、練習できるスパイクとか練習着とかソックスとかパンツとか一式は最低限この中に入れてます。それでは荷物を預けてきます。スプレマンさん、無事荷物を預け終わったので、機内に持ち込む手荷物だけ持って飛行機乗るゲートへ行ってきます。無事ゲート入れたんで、次は手荷物検査ですね。危ないものを持ってないかチェックされます。無事通れますように。無事荷物通過したんで、次は出国検査だ。来たー、完了だ。チケット2枚あったんですけど、1枚ないってめちゃめちゃ焦って探した結果、ここについてました。いやいやいや、出国審査が無事終わり、俺の出発場所148番に向かっていきます。あのカート無料なんだ。無料で乗れるんですね。148に向かいがてらペットボトル2本に水を汲んで、そして充電できるスポットに行ってユーロを見る。それが取り急ぎのプランだ。飛行機内はめっちゃ乾燥するのと、あと空港で水買うと多分こんなちっちゃいのでも500円とかしそうで、めっちゃ高いんで、おそらく無料で水を汲むことがマジで大事です。トイレに行きます。うわ、なんか遊べるところあるわ。148めちゃめちゃ空いとるわ。今9時35分、やばい。出発まであと2時間半ありました。ちょうど充電できるところもあるし、ここでユーロを見ましょう。暑い、汗かいて足が臭くなってるんで脱ぎます。こんな感じでレオザフットボールを見ながらユーロを見てます。サッカーの勉強しています。さっき水500円とか言ってたけど、130円とか全然安かったっす。まあでも買わずに自分で組んだ方が無料なんでいいっすね。ちょっと初めて使ったけど、このカートめっちゃ便利っす。リュック背負わなくていいから体がめっちゃ軽くていいですね。ちょっと腹が減ったのでご飯を食べに来ました。何食おうかな。ここの照り焼きチキンにしようと思います。1580円でした。いただきます。照り焼き丼。自分の席に到着。なんと隣に人がいない。ラッキー。横に寝られるぜ。ドバイ空港に着きました。感動というよりはシンプルに歩けるのが嬉しいですね。飛行機の中じゃなかなか歩けないし、結構俺歩いてたんですけど、飛行機の中でも「お前何やってんだ座れ」みたいな目で見られたり、なんか CA さんにも「お前立ちすぎだよ」的なことをなんか言われたような気もして、ちょっと俺周りの目気にしちゃってたなってのはすごい感じました。人の迷惑にはならないけど、周りの目を気にせず生きていきたいです。トランジットっていう乗り換えには3時間くらい余裕があるんで、ちょっと急ぐべきなのか分かんないというか、このドーハ空港めっちゃでかいんで、移動に1時間くらいかかる可能性もあるから、一応早めに移動しておきます。あと仕事したいとかユーロ見たいってのもあるし、早めに B4 ゲートの方へ行こうと思います。羽田空港が商業施設がないというか、インバウンドで海外から来る観光客が購買意欲はあまり注がれない設備になっているっていう噂を聞いたことがあって、で実際今日羽田空港行ってみたら、全然なんか和風の施設とかいろんなショッピングとかレストランとかめっちゃあるじゃんと思ったけど、確かに国際線の飛行機に行く道にはなかったんですよね。通り道にはないけど、お土産街に行けば買えるけど、ドーハ空港みたいに移動での道にこういうお土産屋さんとかいろんなショップがめっちゃあるっていう状況ではなかった。だから羽田空港はやっぱ改善の余地はあるって自分の目で見て今気づいたし、都知事選もあって小池さんになったんで、小池さん羽田空港頼みます。もっと観光客が購買意欲を注がれるような施設にもっとしてほしいです。頼んます。充電して座れるところは見つけたんで、パソコンを触りながら、あとあそこのユーロ見れたら見ながらゲート枠まで待機します。アボカドと卵のトースト、これなんと3300円。ドバイの物価えぐい。やばい、いつの間にかファイナルコールになってたんで急ぎます。ドキドキしたけど無事検査みたいなゲート通過できたんで、今から飛行場に向かいます。検査ゲートから飛行場が離れてるのってなんか不思議な感覚で、まだ出発まで40分50分くらいあるんですけど、間に合うのかドキドキっすね。ドキドキする。Thank you. Thank you.ベオグラードにというかセルビアに入国できました。何事もなく入国できたのめっちゃ嬉しい。ビディモス、ビディモス、イツイユ、ビディモス、ビディモス、グッドラック。すぐには荷物出てこないと思うんで、その間に現金を入手しようと思います。ホテルが現金のみの支払いなんで、現金がある程度必要なんで、今スマホで空港の Wi-Fi 使いながら eSIM っていう電話番号とか、ちょっとバス乗るためにセルビアの電話番号あった方が便利なんで、今電話番号を買いました。30日で3ギガまで使えて 9.5 ドルでした。だから1500円くらいかな。そんな感じで eSIM を買いました。そしてこのゴロゴロカート手に入れたんで、スーツケース、リュック、パソコン、だいぶ身軽になったんで、これで空港の外に出ます。あとは ATM でお金を下ろすだけですね。とは言ってもセルビアに銀行口座は持ってないんで、キャッシングっていう形でセルビアンダイナーっていう通貨なんで、それを下ろします。 ATM で下ろす前にナッシングトゥディクレアっていう、この税関、何も申告するものないよっていう道を先通ろうと思います。なんでこんなに現金持ってんだみたいに言われるとちょっと面倒くさそうなので、先入ります。マジで難なく税関抜けれたんで、外出て ATM に行きます。 ATM どこだ。マジで ATM がない。あ、 ATM あったわ。ここでお金下ろしちゃいましょう。何か入れます。イングリッシュでトランザクション、キャッシュウィズドローアル。うわ、これダイナーが分かんないんだよな。1ダイナーがちょっと分かんない。1ヶ月ちょいいるんで、とりあえずこの3万ダイヤ下ろします。4万8000円、まあ4万8000円はするわ。アクセプトウィズコンベンション。レシートはまあ一応もらっとくか。お金が出てきたー。これが4万8000円すられないように使おう。あれでレシートは、レシートは出ないのか。さっきイエスって押した気がするけど、まあいいや。 A1 バスを探さんと。 No。 なんかめちゃめちゃタバコ臭い。クロアチアも結構みんなタバコ吸ってたから、セルビアも吸ってるんでしょう。タバコ臭い。ちょっとバス調べたけど、なんか乗り換えめちゃめちゃあって、乗り換えできるか不安になってきたのと、整骨院を5時に予約してて結構スケジュール詰まってるんで、もうタクシーで行っちゃおうかなって。で空港着いたらタクシーとかめっちゃ言われて、そういう代理店会社通すと高くなるから、こうやってもういるタクシーに自分から声かけて値段交渉した方がいいと思うんで、バックパッカーとかやってきた経験からここにいるタクシーに乗ろうと思います。By the way, I want to ask another thing. So I want to play football here. Do you know I can use the ground of other team? There are many football team, FK something. Can I use their ground? You mean biggest? No, not biggest. Like where is the stadium? Not stadium, just small stadium. The place where they practicing, you mean? Yes, yes, yes. Just individual training, individually field, like.I kick ball only me. I don't know really. In the Belgrade we have a two biggest city, who is also the biggest in the country. It is the Red Star and Partizan. Yeah, I think and many other clubs, but I don't know really. I'm not following the football for many years. I see.無事宿に着いてシャワー浴びたりご飯食べたりしてフィジオに向かっています。明日からチームの練習があって、3日後にもうカップ戦40分の試合が3本、いきなり120分の試合があるんで、それに向けてこの移動の疲れもあるし、それをフィジオのスポーツマッサージでコンディショニングをしてきます。もうこの街のこととか、今泊まってる宿のこととか、さっき言ったセルビアのレストランとかめちゃめちゃ面白いものばっかで、ちょっともう発信することだらけで一本の動画にまとめらんないんで、また後日別の動画で発信していきます。こんな感じでこの YouTube チャンネルでは22歳からサッカーを始めてセルビアに挑戦する、俺の活動だったり、セルビアの生活情報とか海外の文化とかいろいろ発信していくんで、ぜひチャンネル登録、いいね、コメント、 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。